皆さんこんにちは。ビッグテーブルライフ岩泉純木家具の工藤です。今日は前の動画でご紹介したこのお手入れオイルを使ったテーブルのお手入れについてご案内します。このオイルは塗料ですから洋服などについてしまいますと洗っても落ちません。できれば汚れがついても大丈夫な服装でやっていただくことをお勧めします。手についてもなかなか石鹸では落ちませんので、使い捨ての手袋などをご準備いただくことをお勧めします。このお手入れオイルは毎日使うものではありません。テーブルにツヤがなくなってきたり、シミがつきやすくなった、そう感じた時に使っていただくものです。当社のテーブルはしっかり作ってありますので、壊れることはほとんどありませんが、濡れ布巾を多用しますと表面に塗ってある塗料も拭き取られてしまって、シミがつきやすくなってしまいます。拭き取られた塗料を補うためにこのお手入れオイルを塗っていただくわけです。このお手入れオイルは女性のお肌の化粧水や乳液と同じような作用をしてくれますので、適切な時期に塗っていただくことをお勧めします。ただし塗りすぎてしまうと表面がベタついてしまいますので、あまり塗りすぎないようにもご注意ください。目安としては食後に毎日濡れ布巾を使ってお手入れするという方は1週間に1回から2週間に1回ぐらい、日常的には空拭きをしていてたまに濡れ布巾を使うだけという方は半年に1回や1年に1回ぐらいで十分だったりもします。基本的には非常に簡単に使えるものですので、ぜひ挑戦してみてください。用意していただくのはお手入れオイル、ビニール手袋、着古しの T シャツやシーツの切れ端などのできれば綿の布、この布の小さい切れ端、以上です。お手入れの方法としては手に手袋をはめて小さい布にオイルをつけてすり込み、大きい布で拭き取る、これだけです。大きい布を使って塗りたくなりますが、大きい布の場合はオイルがほとんど布に吸い込まれてしまってテーブルに染み込む分が少なくなってしまって効率が悪いですので、小さい布を使って塗っていただくのがおすすめです。ハケを使って塗る方法もありますが、ハケにたくさん染み込んでしまってもったいないのと、ハケで塗ると塗りすぎてしまってベタつきの原因になる場合がありますので、DIY のお手入れに関してはこれらの簡単なやり方をしていただくのが一番いいと思います。では実際にやってみましょう。保管してあったオイルを使うときにはしっかり振り混ぜてください。小さい布にオイルを染み込ませます。この布でテーブルにすり込んでいきます。びしゃびしゃになるぐらいに塗ってしまうと乾きにくいですし、ベタつきの原因になりますので、少し濡れれば十分というイメージです。基本的には1箇所だけ塗るのではなくて、塗るときにはテーブル全体に塗ることをお勧めします。例えば汚れた部分を拭いたので1箇所だけツヤがなくなってしまったからといってそこだけ塗ってしまうと境目の部分が逆に不自然になってしまうことがあるので、テーブルの表面全体に塗っていただくことをお勧めします。全体に塗り広げましたら、先ほどの大きい方の布で拭き取っていきます。テーブルを守るために必要なオイルはしっかり中に染み込んでいますので、表面に残った分は一滴残らず拭き取るつもりで行っていただいて結構です。気をつけていただきたいのは側面に垂れてしまうことがあることです。横に垂れてしまうと目立ってしまいますので、横や裏側の部分も軽く拭き取っておきましょう。いかがでしょうか。これでお手入れは終わりです。簡単でしたよね。ただ一つご注意があります。お手入れオイルが染み込んだ布は水に濡らしてからビニール袋に入れて可燃ごみとして処分してください。
塗装用のオイルは乾く際に微妙に発熱します。このため炎天下など特定の環境に置かれると最悪の場合発火する危険があります。オイルを塗った家具自体は全く問題はないのでご安心ください。ただ万が一の事故を防ぐためにも一手間かけて捨てていただくことをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。